てめえら誰が戻ってこいっつった。迷惑なんだよ。迷惑だろうがなんだろうが俺たちは俺たちだ。行きたい方へ行くんだよ。座右の銘は傍若無人ですから。死になはれ三蔵藩。あんたが死んだらそこにおるあんたのお仲間の妖怪殺してその魂であんたをよみがえらしたる。そうせんとあんたの妖怪好きは治りそうにないわ。よせ罠だ。守るべきもの。何？悟空、五条！びっくりした。あと半歩踏み込んでたらやばかったぜ。でも三蔵、よくわかりましたね。一度見たからな。ってことは、惜しかったとすな。またやり直しってか。ちょっとうんざりしますね。絶対ぶっ飛ばす。ガト、遊びは終わりや。そろそろ魂切れやで。見てみ、奴らもうボロボロや。しっかり殺しなはれ。行きなはれ、ガト。なんでや、死にかけとったはずやのに。This miles have been twisted labyrinths. Western South of the Tarant and Sankas. This miles have been twisted labyrinths. どないなってんねや。あないに玉食ろうて。なんで平気なんや。やつら、不死身なのかもな。アホ言わんとき。ここは一旦引いて。体勢立て直してからや。いや、ダメだ。ゴト、俺の旅はここまでだ。何言うてるんや。もう魂がないんや。ガト、逆ろうてるとあんた死ぬで。俺はもう死んでいる。
チラさん、何やら雲行きが怪しいようですよ。早いとこ片付けて一服しようぜ。どこの親父だ貴様ら。一体どうしたんや。なんで言うこと聞かへん。なんで、なんでや。ガト、ヘイゼイ、誰や。精霊だ。なんやって。どうやら時が来たらしい。約束の期限が。約束。の言うこと聞かへんからや。もう魂なんやで。どないするんや。なんでや、なんでや。加藤、ここは俺の国に似ている。こんな風景の中で俺はゆっくりと眠りたかった。ここで終わりだヘイゼル。俺たちの旅は。ガト、ガト、ガト、なんだ。眩しくてまともに見らんねえ。もしかしたらあれがせんべい。だから食い物から離れろ。これが精霊。そうだ、俺との約束でお前を守っていた。なんやって、うちを守るって。そうだ。俺はお前を殺すために精霊に連れてこられた。誰どす、あんた。お前がやったのか。そうや、モンスターは殺すんや。なぜだ。モンスターやからや。モンスターに生きる権利なんかあらへん。うちがみんな殺したるんや。何。動いたらあかん。動いたらあんたも死にますえ。どういうことだ。うちの邪魔をするは誰も彼も敵や。ぐぐぐこれはモンスターの呪いだった。モンスターやて。何、どういうこと。さあ、うちがモンスター。うちを騙しておもろいんか、ガト。うちはちゃんと覚えとるで。弾が出えへんかった時のあんたの顔。作られた記憶だ。何やて。精霊が記憶を改ざんしたんだ。精霊は言った。我々はこの子を殺す運命なのだと。俺にはできない。
なんてことを。俺はお前を撃った。モンスターとなったお前を。なんやて。嘘や。嘘や。胸を見ろ。それに覚えがあるか。なんやこれは。なんやこれは。その時、お前の過去が全て見えた。うちの過去。そうだ、孤独と悲しみに満ちた過去が。モンスター狩りに来てやられたんか。ああ、よしよし。どないした、ヘイゼル。マスター、みんなうちのお父ちゃんお母ちゃんモンスターに殺されたいうんや。ほんまな？なあマスター、ほんまな？ヘイゼル！何したんや？何も、何もしてへん。嘘をつくな。お前は我らモンスターを憎んでいる。だから我々の集落にハンターを差し向けたんだ。お前を呪ってやる、ヘイゼル。くっ、やってみ。お前なんかに何ができるんや。もう虫の息やないか。ヘイゼル、モンスターなんぞ早うくたばってしまえばいいや。ヘイゼル、憎しみは捨てなあれ。憎しみからは憎しみしか生まれんで。あんた、自分がやっとることがまだ分かっとらん。子供や。誰かに助けてもらい。きっと、誰かいてはる。誰か、あんたを分かってくれる。誰か。マスター。その時俺は分かった。なぜ俺たちがここにいるのか。全てを失った一人ぼっちの生き物同士が。まさかあんたうちに。俺の魂を入れた。嘘や、嘘や。本当だ。私はガトに頼まれ、ガトの命をヘイゼル、お前に与える。そして私は
モンスターを沈めるためお前に憑依したんだ。その時からヘイゼル、お前には私の能力が宿った。この子は俺が守る。この身が朽ち果てるまで俺はヘイゼルのしもべとなり守り続ける。ガト、あんた、お前がモンスターの呪いから解かれる日がいつか来ると、それまではお前をモンスターにはしないと精霊に約束した。私は長く生きすぎた。だからガトの願いを聞くことに何のためらいもなかった。しかし今私の命は尽きようとしている。なんだって？じゃあもうあとわずかだ。おい、死んだのか？いや、だがもうすぐヘイゼルはモンスターになるだろう。精霊はそれを告げに来たんだ。ヘイゼルがモンスターになったら俺が殺すつもりだった。だが俺にはできん。無理だ。ヘイゼル、ガト！モンスターも人間もどちらも同じだ。恨みは捨てろ、ガト。恨みからは何も生まれない。ダメや、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 ダメや。誰か、誰か死んでや。五条やから誰か助けたってな。頼むから、な、誰か。よせ、ヘイゼル。誰にでも必ず死は訪れる。俺はお前といて楽しかった。ガト！あいつ笑ってた。守るべきものか。そうや、そうやった。そうやったんや。うちはぐっこーおぐっこー、おい、覚ましたんだよ、モンスターが。
メや、ダ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 メや、誰か、誰か死んでや。誰にでも必ず死は訪れる。俺はお前といて楽しかった。カドー同国死に来やがった。勘違いするな。別にお前たちの味方になったわけじゃない。そいつは妖怪の敵だ。もたもたしているなら俺が片をつけてやる。どうする？あまり無理なさらない方がいいんじゃないですか。お兄ちゃんに任せろ、ハゲさんぞ。よせ。なんだと？肩は俺がつける。は？悪いな、今日のところは譲ってやってくれよ。すみませんね。約束だからな。何言ってんだお前ら。よせ、リリン。お兄ちゃん。思い出しました。全部。ったくお兄ちゃんとは。
ま、そうぼやくな。うちがマスターを殺したんどすわ。うちがモンスターになって殺したんどすわ。マスターを。魂だろう。ヘイゼルが蘇らせた人間たちのな。何だと？モンスターや。モンスターが精霊般の力を奪って勝って。いやいや。せっかくうちが助けたのに。うちが与えた命や、うちが救った命なんや。Amen.
伸びろ、ニョイボなんとかしのいだようだな。ヤオネ。はい。奴らに解毒剤を調合してやれ。この間の借りを返す。はい。三蔵藩。気がついたか。てえや、三蔵藩。やつはまだ死んでまへんわ。うちの中に隠れとります。出て行け。お父さんを元に戻せ。元にって、生き返らせたやないか。あれはお父さんじゃない、化け物。うちは何しとったんや。助けてくれ、頼む。妖怪はおらんようなったらええんや。うちはええことしとったつもりとしたのに、妖怪をこの世から。なくす。ヘイゼル。なくすやって。ヘイゼル。おかしいわ。ほんま、おかしいわ。おかしいわ。誰かに助けてもらえ。きっと誰かいてはる。誰かあんたを分かってくれる。誰か。撃ってや。殺してや。頼むわ。三蔵藩。あかんのや。うちのやったこと、すべて無駄やった。この世に無駄なことなんかねえよ。
必要がねえやつなんて、いねえのさ。そやろか。ああ。三蔵はん、うちを殺してや。頼むわ。ああ。おおきに。結局、奴は何者だったんだ。嫌な奴だった。リリン。リリン様？あ、どうしたんだろう、オイラ。なんかさ、すげえ嫌な奴だったんだけど、許せないこと、たくさんあるんだけど。あいつ、ずっと一人ぼっちでさ、かわいそうなやつだったんだね。でもきっと、今はもう悲しみから解き放たれていますよ。うん。ガトさんと一緒に笑い合ってるかも。やっぱりダメでしたね。ま、妖怪を殺して人間を生き返らすなんて、最初から無意味でしたから。ねえ。無駄無駄。まったく、無駄ばっかりだ。妖怪でも人間でもない男か。いえ、彼は人間でしたよ。少なくとも人間でいようとして。大した違いはねえよ。妖怪だろうが人間だろうがな。奴は奴だ。ただそれだけのことだ。行くぞ。やれやれ、やっとケリがついたな。ああ、そこだ。あ、はい。しかし。どうした？やつらのことですから、まだこの先どうなるか。何を今さら。は？だから面白いのさ。なんせ奴らは何者にも囚われない連中だからな。